こんにちは。JKJ をね、深夜の大会開いていただいて本当に、感謝いたします。ありがとうございます。はい、すごいですね。私ね、なんていうかな、壮年にねの盛り上げようというね、気持ちで日々ね、YouTube 上げたりねしております。はい、まあ、いつも言うように子供のおまけじゃないというね、壮年はやっぱり壮年で層が厚いし、空手界はやっぱり壮年で持ってるようなもんだと思います。少年部っていうのはもちろんなんですけどね、壮年の人の力もあってね、大会が開かれたりですね、協賛してくれたりですね、で道場運営ね、やっぱり月謝もやっぱりね壮年の方の方がねある程度高いので、道場も成り立っております。ありがとうございます。で仕事もね ありながらですよ、皆さんね、すごく努力されてね、試合にまで出ると、試合にまでね、審査にも出ると、まあ、怪我もできない人もおりますやんか、病院の関係やったりね、いろんな仕事でもやっぱり誰もが手怪我できないんですよ。要は足も怪我できないし、私もこれ今ちょっと足怪我しちゃいましたけど、組手でね、もちろんフルコンタクト空手なんで怪我もつきものです、ね、それをやっぱりうまいこと回避しながらね、ケアしながらね、でまあ奥さんと戦いながらね私のところは全然大丈夫やけど、前も言ったけど空手着自分で洗ってはる人おりますからね空手行くの内緒やとか試合なんかもう持ってんのほかですからね。まあそんな中でね、壮年の方っていうのはやっぱりね、子供の時にやり遂げられへんかったこともあると思うんで、私もそうです。はい、もうサッカー少年やったけどサッカーも途中でやめちゃってね、もうすごくね後悔しております。はい、幼稚園からやったサッカーね、中学校ぐらいでやめてね、そこからやっぱり一回骨折したんですけどね、そこから戻すのにもう全然戻れなくなって結局やめちゃいました。はい、小学校の頃ね、首都流の空手もちょっとやってたんですけど、もうほとんど覚えておりませんフルコンタクト空手やったの30歳からです私ね。はい、そして今はね生意気ながら道場を持たせていただいてますけど、極真の松井派でね、私も全日本大会総年極真祭とかね、マスターズとかね、またいろいろあったんですけど、世界マスターズ無差別で3位取ったこともあります。3位ですよ。はい、ほんで全日本のね、壮年大会では、優勝もしております。はい、ほんで準優勝、3位かな、はい、ベスト8とかでね、どんどん弱くなっていってます、もう何年前かな、まあ、セミコンタクト空手っていうのもあって、それもね結構技術が高いんですよ。まあ、それもね、生意気ながら準優勝させていただきました。はい、住み込んだことからってバカにできないですよ皆さん、本当にむっちゃ難しいんですよ。はい、まあね、フルコンタクト空手っていう人はね、まあちょっとそこにはなかなか入っていけないと思いますけどね、やればわかります、何でも。はい、すごくいい大会なんですよ、住み込んだこと空手。今回はね、このフルコンタクト空手に私も戻りまして、元々の、ルールかなと、はい、思いました。松井派から抜けてね、もう1年ちょっと経つんですけども、もう真剣にどつき合いしようと思ってます。ほんで私ね、72キロなんで、うちの選手ね4人出ます。私と、3段の人1人と、あ、4段の人が1人と、野崎道場ってね、うち分支部長が、あ、支部長がいてるんですけどね、金田さんが支部長です。私より先輩なんですけどね、その方と、あと為水さんって言ってね、うちこの前初段取り張った人、皆さん段持ちで出ますね。私が4段、全員で合わせて10、11、12、全員で12段で臨みます。はい、ね、すごいですね、 JKJO 初の大会なんですか、これ。同時開催第1回全日本シニア空手道選手権大会。私72キロなんですけど、で大体いつも試合出てる時は69ぐらいです、いつも軽量級とかね。でマスターズの時はもう無差別だったんで73キロぐらいで出た覚えがあります。はい、外国人とばっかり戦ったというやつね。はい、まあ、運よくね、8名かなんかの大会で3位になれました。1回勝っただけですけどね。はい、すごいですよ、極真会館のねマスターズはかなりレベル高いんですよ。
優勝なんかなかなかできないですよ。優勝した人が全世界大会ベスト第8回ぐらいの世界大会に出てたね、一般のベスト8ぐらいの人だったんですよ。ほんでスペインの選手で、スペインだちゃうわ全然ちゃうな、スペインちゃうわ、外国の選手です。はい、すげえ強かったです。アンドレステピンミッツァはアンドレザジャイアントちゃう、アンドレなんとか優勝ですわ。はい、すごい強い選手、誰か全然分からへんよね、有名選手なんですよ。はい、一緒の年ですけどめちゃくちゃ強かったです。今まで、パンチ受けた中でその人のパンチが一番強かったですね。はい、まあ、話戻りますけど、今回72キロやから70、うちの選手たちね、谷津さんも金田先輩もね70キロ以上あるんですよ今。ほんで5キロか6キロぐらい落として69点なんぼで出してますわ。で僕もできるんですけど、72キロで別に2キロぐらいちょっと落ちるんですけど、もうね、減量とかね、そんなんすることが嫌なんで、はい、逆にね大きくしようかなと思って、はい、74キロぐらいで出たいなと思ってます。72キロで申し込みました。ということは重量級で頑張ります。僕身長166しかないんでねで重量級で100キロぐらいでしょ、皆さん100キロとか90キロとかね。まあそんな人とどう戦えるか、はい、やってみたいと思います。はい、まあこれはね、チャレンジ精神ということでね。では JKJO に参加させていただいてね、少年部もかなりお世話になってます。はい、一般のね、中井翔太もお世話になりました。で私もね、やっぱり何か参加してね、やっぱりこう盛り上げたいなと、やっぱり少年を熱くするというね、責任持ってやりますので、はい、まあ、勝とうが負けようがね、出ていきますので、出ていきますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、勝ち負けはね、もちろんそこで出るもんでなんでね、はい、まあ少年の大会言うたらもうね、私にしたらもう運動会みたいなもんですよ。はい、少年選手の皆さん、会場でよろしくお願いしますね。それまでにね、またスパーリング会とかね、今考えてますので、ちょっと場所が取れないんでね、ちょっとよその道場借りようかなと思ってます今は。はい、会場借りるのちょっと大変なんですよやっぱり。ということでね、あと9月23日うちのね、大会があります。極真空手のルールで上段膝蹴りもあります、少年部もね、それでまあ全極真のね、ジュニア大会の推薦大会にもなってます。はい、第1回目の初めてのね、関西大会やりますので、森口でやります。これもね、肩の大会、肩もありますので、肩ね、極真の肩にも、チャレンジしてください。ほんでチャンピオンクラス、小中級、子どもたちもありますので、一般も少年もありますので、9月23日ね、そこに出てください。これ9月20日、はい、好きな人はね、保険でまた9月23日も出てください、うちの大会ね。はい、そういうことです。皆さん、シニア盛り上げていきましょう。やったるで、皆さん頑張りましょうね。これは全然ルールも何も見てないんですけど、延長とかもちろんありなんでしょうね。はい、少年部は延長なしなんですよね。ね、僕知らなかったね、あんまり。優勝者には武道奨学金、男女100万円が、授与されます。これはおっさんには関係ありません。おっさんもなんかくれよ。はい、そういうことでございます。では皆さん、9月20日ね、東和薬品ラクタブドームね、うちは近くなんでよかったです。ね、熱いおっさんの戦いと、ね、お手合わせ、お付き合い、ね、名刺交換、名刺言ったらこれですからね、うちらね、名刺交換ね、して皆さんね、また盛り上げて少年の大会、少年を盛り上げていきましょうということです。では皆さん、よろしくお願いします。ご安全に。うっす。